卵稲は、島模様を持つエミューは、長高低い鳥目、低い鳥カエミュウ族に分類される鳥類。飛翔はできず、二足歩行する、いわゆる飛べない鳥の一種。オーストラリアの非公式な国鳥で、オーストラリア大陸全域の草原や砂地などの、開けた土地に分布している。周辺海域の島しょ部にも、同種内し近縁種が生息していたが、 原生種の一種のみを除いて絶滅したと見られている。日本を含め、オーストラリア国外にも移入され、干渉、愛顔用や食用として飼育されている。体高は約1.6メートルから2.0メートル程度。体重は40キログラムから60キログラム程度。鳥類の中ではダチョウに次いで高いが、体重は低い鳥に及ばない。見た目はダチョウに似るが、ややがっしりした体育で。 首から頭部にかけても比較的長い羽毛が生えている。また、あとは三本であり、先に丈夫な爪を備えている。幼鳥の羽毛には島模様があるが、成長すると島が消える。成長はオス、メスいずれも同様に全身の羽毛が肺褐色になるが、ところどころに色が剥げたり濃くなったりしている箇所があり、泥で汚れているかのように見える。エミューの羽根は、 低い鳥と同じく2本が1体である特徴を持っている。翼は体格に比して極めて小さく、深い羽毛に渦もれているために、外からはほとんど視認できない。ダチヒク低い鳥、レアなどと比べると最も体化した形であり、長さは約20センチメートル。先端には1本の爪がついている。卵はアボカドのような新緑色で、長さは10センチメートル程度。 重さは約 550g から 600g。以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。性格は人に対しては温厚であるが、雷、金属音、子供のだ高い声などに反応し走り回ることがある。犬などの動物に対しては警戒心が強く、場合によっては蹴りで相手を攻撃する。蹴りは前方90度の範囲程度であれば容易に繰り出す。 また、繁殖時期になると多少警戒心が強くなる。性別で見ると、オスの方が比較的おとなしい。鳴き声はオスとメスで違い、オスはうおーと低い鳴き声を出し、メスはボン、ボボンとドラムのような鳴き声を出す。メスの鳴き声は繁殖時期が近づく頃が最も盛んになる。食性は雑食性で、主に昆虫、果実、種子、下草などを餌にする。 産卵期は日照時間の短くなる11月から4月の期間で3日から5日の間隔で一度に1個ずつ産卵する。産卵数は期間中20から30個程度であるが稀に40個以上産卵する個体もある。放卵は10個程度の産卵後にオスが約2ヶ月間のまずくわずで行う。不可後にから3ヶ月間は オスがヒナを外敵などから守るが、飼育下ではメスも参加することもある。2016年時点、オーストラリアにおける生息数は安定しているとされる。アッシュ DND ミネンシスは1845年の記録を最後に絶滅した。砂漠化しつつあるような土地でも生息可能で繁殖力も強く基本的には丈夫な鳥であるが、この植生により、 農地を荒らす害鳥として駆除の対象となったため、多鳥目の他の種と同様、頭数が激減している。丈夫で飼いやすいためか飼育している動物園等は日本国内にも多い。人に慣れやすく危険性も低いことから入園者が直接触れられるようにしている飼育施設もある。また1996年より、 北海道下川町一の橋地区に個人により導入され、国内初の畜産を軸とした飼育が始まった。北海道下川地域には、同市により1995年に試験的飼育が展開され、アメリカ合衆国モンタナ州より、生後6ヶ月のオスメスのペアが導入された。そのエミューペアは2009年1月時点において13歳8ヶ月であり、繁殖を続けている。 その後、北海道網走市の東京農業大学生物産業学部が飼育、研究を開始。大学発ベンチャー企業の東京農大バイオインダストリー社が卵を利用したドラ焼き、肉製品、保湿オイルなどを商品化した。他大学でもエミュー卵の特性の研究や首肉を用いたソフトジャーキーも開発されるなど、開発研究が進められている。 佐賀県木山町では2015年に設立された農業生産法人がエミューを導入して工作放棄地に放ち雑草を食べさせて農地を再生。2018年には町が食肉として出荷できる用処理する施設を整備した。日本では低いドリカが過単位で特定動物に指定されているが特定動物では クレメンツチェックリストオブバーズ6エディションの分類に従い本誌を含まない低い取りかが指定されている。ありがとうございます。